はい、マンガマンです。今回紹介する漫画は闇魔の間宮、福本信之先生の作品です。連載期間は2019年から2023年、近代麻雀で連載されていたようです。この後を語っていきますが、コメントは私のトーク内容と関係なくてもいいので、あなたの作品への思いなども書き込んでください。ではいきます。闇魔の間宮は麻雀漫画天赤城の続編ということですが、そこは意識する必要はないです。この作品から読んでも楽しめます。全7巻ネカフェで読みました。赤城で初登場時イカサママージャンで金をむしり取られていたあのオサムがおじいちゃんになっていて、そのオサムが可愛がっているのがいろいろふざけてはいるものの魅力的な女性キャラのマミヤ。福本先生の作品をずっと読んできた私からすると、一定水準以上の魅力と可愛さを感じる女性キャラを福本先生が生み出したということが感慨深いです。作品としても敵キャラの昭和じいさんの言動を強調することによって、現代を生きる少女である間宮との対比がいい感じになってます。今回の麻雀は捨て牌を隠せる、開かせることができる、そんな麻雀なんですが、これも一定の面白さがあります。あと心理合戦は毎度のことですね。安定の面白さとはいえ、ヒリヒリするような緊迫感は少なめで、ギャグの空気多めです。終わり方はおさむじいちゃんが少年時代に赤城と共に過ごした回想シーンで赤城ファンにサービスする感じで完です。第1部完みたいですが、別に第2部はいいかなという感じです。ということで、麻雀漫画が好きな人、福本先生のギャグ路線が好きな人、あの福本先生が魅力的な女性キャラを描いたと聞いて気になる人にもおすすめです。チャンネル登録と通知設定よろしくです。マンガマンでした。